風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板書って歩いてみせます。キネマの天地、そう、やつの名はザ・シネマハスラー。時刻は10時を回りました。東京赤坂 TBS ラジオから生放送でお送りしているライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、ここからの時間は毎週サイコロで見に行く映画を決め、映画の中身を評論するのはもちろん、その映画におっぱいが出ていたならば映画の中身とは別にしておっぱいまでも評論するという入魂、父に魂と書いて入魂のシネマ&おっぱいハスラー型映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間。うるせえよこれね、台本これ書いてる放送作家の古川光がですね、今日のその課題映画に関してちょっとね、異常なほどね、おっぱいに対してね、異常ななんか執着を見せてるんですよね。ケイト・ウィンスレットの、黒乳首ガンスケですよ。ケイト・ウィンスレットは、むしろ、別名黒乳首ガンスケですよみたいな、余計なことをわめいてたりしてね、大変困った映画です。ということで、先週のサイコロで当たった映画こちら。愛を読む人。ほら、こういうテンションの映画なんだ。下品だな、あんた。文芸です、文芸。ね、こういうストーリーだよ、ちょっと、古川さん。黒乳首ガンスケって映画じゃないからね。ちょ叩き込んでやるから、ストーリー覚えとけ。15歳の時、年上の女性と本の朗読を通じて愛を育んできた少年が、数年後、突然去っていた彼女と衝撃的な再会を果たす。ベルンハルト・シュリンクの世界的ベストセラー、朗読者を原案に、リトルダンサー、巡り合う時間たちのスティーブン・ダルドリーが映像化。謎めいた年上のヒロインを演じるのは、レボリューショナリーロードでの演技も記憶に新しいケイト・ウィンスレットということ。AKA 黒乳首ガンスケ。ダメだ、俺今日笑っちゃうわ。ひどいよ、古川さん。はい、ですね、これであれですね、ケイト・ウィンスレット、この作品でアカデミー主演女優賞を取ったということですね。レボリューショナリーロードの4でなくてっていうことですけど、まあ、でもレボリューショナリーロードと同じ年だもんね。だからある意味これセットでっていうぐらいだよね。こう、1年でこの2作は結構やっぱすごいなと思いますけどね。でですね、まあ、そんだけ話題作ということもあるのか、メールもばっこり、大量にいただいております。ありがとうございました。原作もね、大変話題になった作品ですからね、随分前に、ということでね、代表的なとこ読んでいきましょう。いろんなまたこれ語り口というか切り口があるし、意見がねものすげー分かれてる上に、分かれてる中でもみんな言ってることバラバラです、うん、っていう特徴がありますね、今回のメールはね。じゃあね、ちょっとね、おすすめ気味の方からいってみましょうか。マミーシローさん、この方はね、絶対おすすめですと。これは甘酸っぱい恋愛映画ではなく、個々の価値観を問うヒューマンライフストーリーだと思います、みたいなことね。で、この方、最初に、海外と日本との PR の仕方がだいぶ違い、アメリカ在住だってこの方。で、日本では恋愛を前面に押し出しているようなのですが、米国で軸となっているメッセージはもっと深く、無知の怖さ、価値観、貧困ゆえの無教養、ホロコースト、残酷な歴史、正義と罪、うんぬんかんぬんね、人種、宗教、戦争、愛、生き方、多様な局面を通して人が生きることを考えさせる映画だと思います。アメリカだとだから、なんだろう、ホロコーストもの寄りな推しなんですかね、わかんないですけど。まあ、文芸対策というか。タイトルがね、だって、リーダーズ、労働者がね、愛よってなっちゃってるから、そこでちょっとある意味ね、タイトル、放題でちょっとバイアスかかりますよね、やっぱね。で、はい、マミシロさん。こんなに不器用で一途な恋愛なんて存在しないという思いと、でもこんな一生に一度の大恋愛をしてみたいという絶望が混ざった切ない思いが残りました。やるせない気持ちになりますが、考えさせられる良質な映画でした、と。これ本命系のね、あれね。あとですね、アナンスミシさん、予習好きの歌丸さんのことですから、原作小説朗読者も読んだと思うのですが、読みました。ドイツ人の戦争に対する問題、世代間の戦争認識の違い、あの戦争をナチスのせいだけにして良いのかなどとテーマは重いのに、小説としては軽くて読みやすくなっています。だからこそアメリカでもベストセラーになり、こうして英国人俳優を中心に英語で、映画化されるわけです。ただ映画にするならもう少し工夫しないと、こうして雰囲気だけは立派な、でも何か物足りない映画になります。と言っても悪い映画ではないんですけどね、というね、うん、確かに原作短いんですよね。そんなに分量ないんですよね。だからサクッと読めるっちゃ読める。オズマスさん、一言で言うならレイフ・ファインズの曖昧な顔一つに全てが託されている。原作を読まない、観客にも開かれた映画にはなっていないと感じました、というね。原作と映画は同じものが表現されていないからダメだと断じるつもりはないんですけど、なぜレイフ・ファインズが、まあ、主人公ですね、原作だとミハエル、
まあ、映画だとマイケルってね、レイク・ファインズが絶えず曖昧な表情を浮かべていたか、原作にあった重要な問いや内政が手に負えないから、とほとんど手つかずのままで、映画だけを見た観客は知ったようなつもりで甘い感傷のままスルーしていくのだとしたらとても残念なことだと思うのですと。でこのオズマさんね、レイク・ファインズという人は他の映画でもあのいろんな原作を映像化する際の、舌足らずにならざるを得ない部分を曖昧な顔一つに託される曖昧王子とでも呼ぶべき俳優なのではないかというね、これはなかなか面白い分析をされてますね。あとはですね、例によってスターリングエレファントさんがですね、もうあの超ド級のまたドスーンというね、あの評論を送っていただいてです。基本的にスターリングエレファントさんは、結構酷評されてますね。ちょっと抜粋させていただきますけど、本質は原作と全く変わらず、綺麗な映像で整えただけの映画化、主人公の身勝手さはそのまま、内省的な描写でトーンを統一してますが、二人それぞれの心にどのような葛藤があったのか、原作を読んでない人には伝わったのでしょうか。まあ、これある意味大妻さんと同じですね。あの伝わってないんじゃないか。意味のある映画化にするなら、男の身勝手さという本質をもっと晒すべきだった。もう一つ別の視点を挿入して、主人公の行動や解釈を相対化して描くべきだった。あるいは内省的な描写で綺麗にごまかすくらいなら、ハリウッド映画らしい、わかりやすい、スペクタクルな見せ場を入れた方が一層インパクトがあったのに、と。みたいな感じですね。結局は戦争犯罪というシリアスな問題をまぶした、文芸作品に形を変えた涙のエクスプロイテーション、ね、搾取映画、涙絞り取り映画、なんじゃないかと。制作者の意識のレベルはワルキューレと大差ありませんというね、かなり酷評だったりします。はい、ということでね、まあ、愛を読む人、これあの、まあ、アカデミー賞が取ったからっていうのは当然あると思うんですけど、あと公開関数がね、まあ、今週になってまたさらにぐーっと減ってきて、あと回数もすごい減ってるんで、見れる場所とかが都内だとすごい限られてきてるっていうのはあるんでしょうが、それにしても、すげー客入ってる。なんか、もう、瀬野鎮さん行った時なんか満員で入れなかったっていう回が結構続いてるみたいで、女性を中心にやっぱり入ってるみたいですね。ただまあその女性はね、だからある意味、その素敵な、年下男性との素敵な、逆ラマン的な感じで期待していって、ちょっとね、ちょっぴり濡らしちゃおうかしらなんて思っていったら、大変な気持ちになって帰る可能性もね、逆の話ですからね、あれね、どっちかっていうとね。でも大変入ってました。で、まあ、原作が、その、非常に話題になった以前から、朗読者ということでね。まあ、ホロコーストの、まあ、その、事件というのは過去になってて、まあ、言ってみればちょっと、ポストホロコーストものみたいなところもあるんですよね。過去のホロコーストものの扱い方を、ある意味、さらに相対化するような位置づけだから、ちょっと新鮮だったというのもあるんじゃないですかね。だから、その、小説の中でバンバン、僕がこの、おおむねのストーリーの流れっぽいの、ぽいものを聞いた時に連想した、あ、じゃあソフィーの選択みたいな話だ、と思ったら、ちゃんと原作にソフィーの選択がなんたらとか出てくるんですよね。あと、シンドラーのリストの後はなんとか、要するにそのホロコーストのイメージっていうのは人々にメディアを通じてこう、植え付いてるみたいな話が出てくるぐらいで、まあ、そんな感じの、まあ、小説だったんですけど、僕最初だから、あ、ソフィーの選択みたいな話ね、と。その、年上の、なんかその秘密めいた女性に惹かれるんだけど、実はその女性にはホロコーストをめぐる暗い過去があって、最後はちょっと悲劇的な結末が待っているみたいな。まあ、まあ、それ、おおむね間違ってないんだけど、同時にこう見てるうちに、あ、なるほど、これ、もうちょっとあれか、天城越えみたいな話か、みたいな。ね。少年の性の目覚めと、あとその相手の女性となんか秘密を共有する。そしてあと罪悪感をずっと持ったまま生きているみたいな。天城越えみてえだなって思うんだけど、で、さらにずっと見てると、あ、そんな甘い話じゃねえな、これ。あんな甘美な思い出じゃねえな、これ、みたいな。どっちかっていうと、これ、ポール・バーホーベンの危険な愛みたいな。要するに、あんなに、あの時あんなに燃えてったいい思い出な恋だったのにな、なんか、ああ、みたいな。そういう話か、みたいな。嫌な話だな、みたいな。あと、小説版だとさらにそこに、まあ、ちょっと、まあ、もちろんその話自体に入ってることなんだけど、要は、遠藤周作の、私が捨てた女感あのやだみあのショックさみたいなのもあるなということで、まあ、すっかり嫌な気分っていうね。まあ、はっきり言って嫌な気分になる話なんですよ。で、まあ、いずれにせよ、恋愛ってことがテーマではないことは確かですよね。そんな甘美な話ではないっていうね。だからやたらと、なんかみんな泣いた泣いたって言うんだけど、いや、僕、話としては面白い話だと思ったけど、どこで泣くのかね。だからその、私が捨てた女ポイントかね。え？お前そんなに
そんなみたいな。ドン引き泣きみたいな。ことのどこかなとか思ってるんだけど。でね、ある意味だからその、嫌な話って言ってますけど、その原作の、なんていうのかな。ちょっと、まあ、一種定感に満ちたと言いますか。突き放したと言いますか。なんか、やる気ないっていうか、なんかちょっと突き放したようなトーンみたいなものは、今回の映画全体にね、概ね上手に、その雰囲気ね、空気というか、映画にしてると僕は思いましたよ。で、なんかよくそのさ、結構みんな取り沙汰されるさ、その、英語でね、ドイツの問題、すごいドイツ人特有のその、歴史的な罪悪感の問題だったりとか、そういうのを、英語圏の英語人が英語で映画化っていうことに関して、まあ、もちろん引っかかるんですけどね、確かに。ハリウッド映画ってそういうもんだって言っちゃえばそうだけど、まあ確かに引っかかるんだけど、これなんか、原作者の意向らしいですよね。英語でやってほしいっていうのを映画化するなら。なので、まあそこをあんまりあれすんのもどうかなと思うが、確かにテーマ的には確かに、何せ言葉が重要なテーマになってますから、文章とかね。プラスまあホロコーストですから、まあ、すごく、それが気になる、英語に置き換えてるのが気になるタイプの作品であることも否定できない。それがノイズになるのも確か。うん。なんだけど、まあ、ちょっとね、僕、今日の評論ではちょっとそこは置いとかしてください。原作者の意向なんだって。うん。じゃあしょうがないじゃんっていう、ところでちょっと置いといて。そこまでちょっとはみ出すとね、またありなく。で、まあ、スティーブン・ダリドリーというね、イギリスの方ですね。もともと舞台の人で監督。リトルダンサーなんてのありました。もう僕、リトルダンサーはあんまり、そんなに嫌いじゃないっていうか、結構、好きか嫌いかで言えば、まあ好きな方ぐらいの、うん、キュートな映画だと思うけどね。ただ、その次の、多分この文芸巨匠的な、箔がついた、巡り合う時間たちってもあって、あれですよ、メリル・ストリップとか、ニコール・キッドマンが主演、アカデミー主演女優賞取ったのかな。これは、俺は本当に、なんか、全然嫌だったね、これ。うん、鼻持ちな、一番嫌なタイプの文芸映画家って感じだったね。だって映画化したところで気取った空気以外に何にも伝わってねえよお前みたいな。僕ね、すごい嫌だったんですけど、これは。今回は、その意味では、嫌味度は、あんまないっていうか、僕はうまい。まぁ、ちょっと実はこのうまいっていうのを繰り返しますけど、うまい映画化だと思いましたね。朗読者の映画化としては、おおむね、うまくやっている方。このニュアンス分かっていただけますかね。ね、この朗読者っていう話を、映画化する際に、こう全くサラチで考えてください。今回の映画化とか置いといて、全くサラで考えて、最も簡単な映画化方法っていうのは、普通考えて、前編主人公のモノローグを被せるっていうのが一番ストレートだし、一番簡単だし、誰もが最初はそれを考えると思うんですよね。原作のまんまなわけだし。それによって、まあ、主人公たちのさ、心情、複雑な心情みたいなのまあ、説明、文字通り説明できちゃうわけじゃん。で、その方法も別に俺ないわけじゃないと思うんですよ。朗読者を前編主人公のモノローグを入りで作ると。例えば今のその出来上がった今回の愛を読む人に主人公のモノローグがついてるパターンだって考えられますよね、十分ね。ただ、それもなしじゃないと思う。絶対にこのやり方ないとは言わないけど、それやるとね、多分この話、果てしなくひたすらに言い訳がましい。うん、てめえ何身勝手なこと言ってんだ。つまり絵とその主人公のぐちぐちぐちがちが続くと、てめえ何をっていうひたすら果てしなく言い訳がましい、単に不快な話になっちゃってる。その印象だけが強まっちゃってたんじゃないかなって気もするのね。なので今回のそのそういう主人公の語り、要するに言葉での語りみたいなのをもう思い切って全部排して、ほとんどもうそっけなく、もう説明不足ですらある感じのもう投げっぱ感、このね、投げっぱの感じ、この、先ほどの人が伝わっているのでしょうかとか言うんだけど、うん、僕ね、元の朗読者でさえ、原作ですね、原作の小説さえ、そんなに、これがこうですっていうはっきりした結論を出してないし、出そうとしてる話じゃないと思うんですよ。思いっきり投げっぱなしのところの小説だと思うから、その小説の簡潔さ、そっけなくすらある、感じみたいのを映画にするなら、このやり方はすごく、正解、バランスなんじゃないかなぐらいに思いましたね、僕はね。というぐらいでですね、全体に、映画的に、映画用にアレンジをしているんですね。結構大幅にアレンジしていると言っていいと思います。で、はい。おおむねそれらは、僕は、うまい、うまくいっているところも多い、と思うよ。例えばね、その最たる部分、これ非常に重要な部分だから、もうこの部分がうまくいってるだけで、まあ全然いいと思うんだけど、クライマックスで主人公
の、マイケルと、ケイト・ウィンスレット演じるハンナが再会するという、まあ、クライマックスと言っていいでしょう。クライマックスシーンがあるわけです。そこの場面、小説の描写とはまたちょっと変わってるんですけど、セリフとかですね、あとさっき言ったような、例えばナレーションによる、その時僕はこう思ったみたいな説明などは一切なく、もう本当に演技と顔と、あとは例えばその手を差し出して引く、その絶妙なタイミングと、そのそこでのカットの割り方とか、詰まるところ演出の妙で、この非常にですね、もう複雑な感情がもう入り乱れる。で、言ってみればそのストーリーの全てがその一点に集約されるようなね、その場面ですよ。非常に複雑な場面ですけど、表現すべきことは。それが、演出で表現しきれてると、僕はほぼ表現しきれてると思うから、これは映画的に成功している場面と言っていいと思ったんですね。とかですね。あとはその主人公マイケルが、例えば、そのハンナがですね、まあ、とある理由で刑務所にいるわけですけど、刑務所に、刑務所というか留置場か、会いに、行こうとして会わない決断をするところですね。原作だとその決断というのはあんまり目に見えるこれだっていう瞬間がないんですよね。あれをそのままナレーション抜きで場面だけやったら、全く何を考えているかわかんないだけで終わっちゃうんだけど、まあ、はっきり言って映画だと、面会に行きました実際。でも途中で文字通り引き返すわけですよね。まあこれベッタベタってか分かりやすいですけど、映像化ですけど、しかもその後ね、引き返して別の若い女を抱きに行くっていうね、分かりやすい裏切りの構図みたいのを作って見せるんだけど、まあ俺ね、これはありだと思うよ。いいじゃん映画、こんぐらいは許そうよ、こういう分かりやすさは。見てさ、逆に言えばそんぐらい分かりやすくしないと、ナレーション抜けだとやっぱりわけわかめなとこがいっぱい出てきちゃう、っていうのはやっぱり主人公たちが基本的にいわゆる、例えばそのなんだろうな、エンターテインメント、分かりやすいエンターテインメントみたいに、何があったからこう取ってる、これがあったからこういう行動を取ってるって合理的な行動を必ずしも取らないからですね。まあそれがまあある種文学的という部分でしょうけど、行動する人物たちだから、やっぱこういう部分ぐらいは分かりやすくしないと、わけが分かんなくなっちゃうっていうところがあると思うね。あとはやっぱ映画ならではのシーンという意味では、まあこれね、大半の人が期待していってる部分でしょうけど、まあ黒乳首ですよね。黒乳首ガンスケバーイ古川光、まあ要はね、特に観客が、僕観客席から息を呑むはっていう、観客席全体の声が聞こえたんですけど、まあやっぱあそこですよ。マイケルがハンナと最初に肌を重ねる、文字通り重ねる瞬間の、まあ、切り取り方というか、あれはまさにもう A ならではのはっていうね、いいところでパッと引きますよね、カメラがね。みんなはって息飲んでましたね。あれ良かったと思いますよ。絶妙、いい演出だと思いますし、とか、あとはやっぱなんでしょうね、映画的な演出の部分で言うと、例えばさ、マイケルに同級生の女の子の友達とかできて、だいぶキャッキャッキャッキャ言い出してきたっていう時のあたりのところで、例えばハンナの部屋はずっと赤いカーテンでね、仕切られた、まあ薄暗めな部屋ですよね。そのハンナの部屋の赤いカーテンの仕切られた光線の感じと、学友たちとはしゃいでいる、あれはまあ湖ですか、原作だとプールって言ってる、まあ湖のあの陽光輝く、その陽光の感じプラス少女の赤いビキニね、そのハンナの部屋の中年女の赤い薄暗い部屋のカーテンと少女の赤いビキニの残酷な対比とかね、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、僕はやっぱこういうのが映画だよねと思うから、やっぱすごく思う。映画的にだからそういう意味では魅力ある部分はいっぱいあると。でもちろんその背景にはやっぱりその主要キャストたち、特にその主要キャスト3人の力っていうのはすごい大きい。もちろん若き日のマイケルを演じるデビッド・クロスはいいですね。童貞と大人の狭間を表現する顔ですよね。面がだって童貞だもん。童貞失ってんのに童貞に見えるってことが大事なんですよ、この役はね。童貞、そうなんだよ。大人になりきれてない。で、レイフ・ファインズもちょっとそういうとこあるよね。大人になりきれてない、やっぱ童貞顔なんだよ。いくらやりまくってても、童貞顔の特徴を教えてあげましょうか。顎がないっていう。ここがポイントです。顎ないとね、ぽく。そうなんです。そうなんです。相場が決まってんですよ。あともちろん、まあ、ケイト・ウィンスレットね。レボリューショナリーロードと同じ年にこれってやっぱすごい。レボリューショナリーロードの時僕言いましたけど、ケイト・ウィンスレットっていうのは、まあ、タイタニックしかり、あと、リトル・チルドレンとかもそうですけど、なんか、体に何か不満を溜め込んだ、ね、役みたいなのが似合うね、この人、みたいな。で、今回は不満ってよりは、でもやっぱり秘密ですよね。全身に何か、秘密とか、何かを溜め込んでる感じ。
俺の見たところポイントは肩甲骨だね。肩甲骨が四角い。そこがなんか石の硬さであり、何かこう硬い殻で包まれてる感じがするっていうか、でそれがいつか爆発しそうなエネルギーを感じるっていうね、感じがあるっていうね。だからケント・ウィンセントすごいいいと思うんですよ。うん、まあでもね、それだけにこの物語にちょっと欠かせない部分、つまり年取ってからのハンナがまあかあからさまに枯れちゃっていくっていう、その感じが正直ケイト・ウィンスレットであるがゆえに、だってケイト・ウィンスレットすげえ生命力あんだもん、やっぱしょぼくれてる感じ見えねえってのもあるんだよね。だからそれがなんか物語として伝わるべきところをちょっと伝わりづらくしてるところすら感じる。あとやっぱりこの役に関して言うと綺麗すぎるかなーっていうのもあんだよね。もっと例えば、もう性格悪い人だったら、もうはっきり前と後で、ビフォーアフターで、もう、俺こんなババア抱いてたのみたいな、すげえ意地悪な演出にしたってよかろうに、やっぱりケイト・ウィンスレットそれなりに凛として綺麗だったりしちゃってるっていうのがね、ちょっとあると思いますね。特に、あの裁判のシーンから何十年経って、テープで、受け取るようになるっていう後半のシーンがあるんですけど、そこと、あと最後、さっき言ったクライマックスで主人公と会う場面、この3段階にそれほど、特にその最後の2段階に見た目の差が感じられない、これ実はその見せ方のちょっと順番の問題があって、これ後で指摘しますけど、故にやっぱ物語としてのパンチが異様に弱くなっちゃってるっていうのはちょっとあると思うんですがね。あの綺麗すぎるって話で言えば、だから塩梅で言うと、あのあそこで出てくるお母さん、あのお母さん、ちょっと僕ね、若名ちょっとあれなんですけど、あのファニーゲーム、あの最近ファミリーゲーム USA、あれであのナオミ・ワッツがやってた役、オリジナルのファニーゲームのお母さんなんですよ、あのマイケルのお母さんは。でファニーゲームでもまあ脱ぎかかってたじゃん、あの嫌な脱ぎあのぐらいなんだよね、あの塩梅ねぐらいだと思って見てもいいって、何の話してんだ。いやでもそのあのなんていうの、パッと見綺麗かどうかとか、パッと見の年の感想が結構この話で大事なんで、とはいえまあケイト・ウィンスレットは半端ないです。まあすげえ、いかにもこれでアカデミー賞取りそうなっていう感じですよね。僕は正直レボリューショナリーロードの方が映画としてははるかに優れた作品だと思いますけど、まあわかるわかる。まあまあでもね、その、ケイト・ウィンスレット、まあすごい綺麗だっていうのはいいんだけど、少年マイケルの目には、あくまで少年マイケルの目には美しく映っていたのだがという感じでいいんじゃないかなとすら思う。でね、そこも含めてなんですけど、結局映画的アレンジ、さっき僕、おおむねってすごい留保してるじゃないですか。っていうのはね、わかるんです、これ。商業映画として、やむを得ない部分かもしれない。つまりっていうのは、ケイト・ウィンスレットで客を呼ぶ映画なんだから、しょうがないのかもしれないけど、やっぱこれね、あまりにも話上の、その、話の効果の上で、ハンナ側、つまりその、ケイト・ウィンスレット側、ハンナ・シュミッツ側に、ちょっと視点がね、ちょっと寄り添いすぎなんじゃないかな、この映画版はっていう気がするんですよね。わかるんですよ。ケイト・ウィンスレットをいっぱい映さないと、そしてケイト・ウィンスレット、にこそ感情移入させる部分がないと客呼べないんだから、わかるんだけど、そのためにこの話の根本部分にあるパンチが、ちょっと弱くなっちゃったと思うんですよね。だってこの話ってのは要はさ、ある人のことを一生かけて分かろうとしたけど、でも結局分からなかった。し、分かろうとする勇気も度量も自分にはなかった。っていう話なんですよね。結局何も分からなかった。っていう、なんかもうそのもやっとしたところは残る話じゃないですか。つまりこれは、あの、一貫して主人公のミハエル、マイケルの主観であるべきなんですね。一貫して奴の考えであり、奴の見方であり、だけで完結しなきゃいけない話なんですよ。だからこそ奴の、まあ、ある意味身勝手だったり、なんだったりっていうのが、まあ、成立する話であって、そこでなまじですね、ハンナ側の感情移入みたいなものが強まっちゃうと、明らかにテーマがぼやかっちゃうんですよね。実際僕この映画ものすごいそこでぼやけちゃってると思ってるんですよね。さっき言ったように主人公とクライマックスで再会するとこがクライマックスで、そこはあ、俺がかつて愛した女がっていうショックでもあるわけじゃないですか。でそこからに彼は逃げ続けてきたわけですけど、でもさ、ずーっと僕らは並行してハンナの暮らしとかハンナの苦悩とかも少なくとも映像では見せ続ける。しかも映像にはその真ん中にはものすごく雄弁なケイト・ウィンスレットがいるわけだから、雄弁な顔をした。だからそれなりにハンナがどう年を取ってきたかも分かってるから、そこの衝撃はないわけよ。
で、しかも並行してこうさ、カットバックで描かれると、例えばそのこの、ね、話の、まあメインになってる部分のさ、朗読テープをやり取りするというね、主人公が送るっていうくだりがね、あのカットバックで描かれると、なんか心の交流みたいに見えちゃうんですよ。そうすると美談見たく見えてきちゃうのね。でもこれ、全然違うでしょ。主人公は、そのハンナからの求めかけからは逃げ続けてるわけですよ。一方的なただの自分の気持ちの生産なんですよね。美談でも何でもないわけ。ところがああやって見せられると、なんかいい映画のような、いい話のような気がしちゃう。でも、そのいい話のように錯覚させる余地を作ることが商業映画としては必要なのかもな。ってこともあるから、でもはっきり言って話としては弱くなっちゃってるのは間違いないと思う。なんだったら、ずっとハンナ側のことは描かずにおいて、最後に主人公が全てというか、ハンナがこうでしたということを知る。場面ね、最後の最後のところでまとめてハンナ側の視点でこうでした。それこそさっきスターリングラードさんがおっしゃってたように、主人公の今までの考え方とか行動を全部相対化してひっくり返して、貴様はどんだけ残酷な人間なんだっていうのを突きつけるような、なんかひっくり返しをやるとかね、そういう構成にするのさえありかなと。まあ今俺言ってて思うけど、ダメかな。うん、でもまあそんぐらいでもいいぐらいですよ。あとさ、例えば、これ映画で付け加えられた要素ね。教会で二人で自転車旅行に行って、教会で泣いてる。ね。で、それを見せると、なんか、彼女は最初からね、ある過去。まあ、その、ね、ある過去を悔いているっていうふうに見えかねないじゃないですか。その、どうとは説明されてないけど、でもさ、彼女はあの教会の時点で、なんか過去の出来事をちゃんと悔いているような人なんだったら、その後の彼女の変化とか、そしてその喧嘩の結果の行動っていうものがものすごく軽くなるよ。最初から反省してたんじゃないか。っていうことじゃんよ。でも書き手は同時にこの映画でね、例えばすごくこれは映画的な描写だと思うけど、まあハンナが最終的にある決断をしますと。で、そこで決断をするときに机の上にあるものを乗せます。彼女はその上に乗っかってある行動を取る。それが彼女の取った落とし前なんですけど、その乗せるものは何かっていうところで明らかにそれは暗示なわけですよね。つまり彼女は何学んだと。故に、っていうことを暗示してるわけじゃないですか。そうじゃなきゃ机の上にあれを置かないでしょ。で、その上に乗っからないでしょ。それは間違いなく映画的、映像的な暗示なんですけど、そういうのとかがあの教会のシーンとかを入れることで軽くなっちゃうじゃないですか。で、ね、旅行先に行って泣く場面ってことでは原作でこれ瀬野陳さんも怒ってましたけど、置き手紙を置いたのに、その彼女が帰ってくるとひどく怒っているという場面があって、その小さな、あ、俺あそこが好きだったのにーっていう、あのなんか個人的ないろんな経験があるらしいんですけど、なんかそれと母さんでぐじぐじ言ってました。まあでも、それとかあるんだから、なんかこういうさ、ぬるいのやめてくんねえかなーとか思ったりとか、あとはね、そのハンナの視点の部分が寄り添う視点が多くなっちゃったせいで、単純に映画の語り口として混乱してるように見えるところもありました。ハンナがさ、なんだ、ああいう、車掌さんみたいになってて、昇進を伝えられる。ね。お前、昇進させてやるぞと頑張ってるから。で、それが実際、主人公との別離の結果、きっかけになるわけですけど、昇進を伝えられるハンナの場面は、これ完璧に非マイケルの視点じゃないですよね。原作だとね、彼女がどうなったんですか？いや、昇進は伝えたんだけど、それっきりなくなっちゃったっていうのを聞く場面があるけど、映画ではないから、映画の中では完全に非マイケル視点。後に彼が、ハンナは昇進を伝えられた直後に失踪したということを知る場面もないから、つまり、ハンナだけの視点じゃないですか。それが入るのおかしくないですか？っていうふうに思ったりね。ちょっとなんかこれ、この場面入るのおかしくないとか。まあその後でもいっぱい出てくるんですけどね。ハンナ視点じゃねえ、これ、みたいなさ。そういうのが出るたびに僕はなんか興ざめだったりとか。あとね、これもね、もったいないというか何考えてんだろう、このスティーブン・ダルドリー。なんでこの場面を原作からなくしちゃったんだろうって思うんだけど、法廷で、まあ、裁かれているハンナ。で、それを学生になった、青年になったマイケルが見ているわけですけど、原作だと、その見てるマイケルをハンナは、実は気づいているって分かる場面があるわけですね。見つかる場面がある。つまり、ずっとこっちは隠れて自分の過去の、まあ、甘苦いトラウマのもとを、隠れて暗い場所から暗い思い出をこっそり覗くように見ているのに、ある時向こうから、要するに深淵から覗き返されるわけですよ。ドキッとする場面がある。しかもそれがすごい物語上のすごい重要なポイントで、グッとこっちを見られて、あ、バレてる。すごくドキッとする場面なんだけど、で、映画的にもなるじゃないですか、そんなの。視線で表現できるんだから。これないんだよね。だから、なんかあの場面の緊張感も、なんかぼんやり、
ハンナはひょっとして今マイケルの方見てんのかなって思う場面もあるんだけど、ここスティーブン・ダルドリー下手なの？わかんない。何を考えてるかよくわかんないです。なんかこれとかもったいねえなと思ったり、あとはこれはある意味最大の改変ですね、主人公マイケル・ミハエルの現在の描写っていうのが入ってる。これがもう原作と一番の大きな違いだと思います。一番オープニングシーンの一瞬ね、今のあれでしょうね、セフレですかね、わかりませんけどね、マイケル君がまあよろしくやってるわけですよ。さすがあれですね、15歳で童貞捨てたやつ違いますね、やっぱね。それだけでモテるらしいですね、やっぱね、素晴らしいですね、っていう、セフレの一瞬裸が出るじゃないですか。あれはね、オープニングの掴みとしてはあり映画は裸は多い方、多いければ多いほどありね、と思うんですが、問題は、娘との会話ですね。対話、によって、まあこれも多分みんな思うと思うけど、何お前なんとなく救われた感じにしようとしてんだよみたいな、なんかすごいイライラしません？あれラストになんとなくこう映画版では希望を残したから素晴らしいとかなんとか作った側は言ってんだけど、間違いなくこの作品のテーマはここでボッケボケになったし、まあなんていうの、終わった後の残るもの重みみたいのは間違いなく半減したよね。ぬる、ぬるー。だってさ、遠藤周作、私が捨てた女、ラストに主人公がなんとなく気分的に救われるシーンとか入れててみアホかお前はって話じゃないですか。これとかも、まあそこで俺はっきり言ってもガシャーンって今ちょっと値段落ちちゃったんですよね。で、あとはね、青年マイケルが収容所、あと、あれはアウシュビッツじゃなくて多分、その、近場の行ける収容所に行った、まあ映画の中ではどこの収容所って出てきませんけど、かつてのホロコースト的なのが行われた、収容所跡を訪ねるシーンがありますけど、これね、あれだけ見ると、なんか収容所跡に行って、真摯に反省している、みたいなポーズに見えるんですけど、とはいえ、なんでここでって、よくわかんない挿入のされ方されてると思うんですよね。あれ、原作でも、マイケル、まあ、ミハエルは、収容所を訪ねるんだけど、そこに行けば、その、ハンナのかつてしでかしたことの重みみたいのがもっと、僕にもリアルに感じれるかなと思って行くんだけど、やっぱり、よくわかんない。で、リアルに感じなきゃいけないんだ、という罪悪感のみが募るばかり、っていう、自分でもどう捉えていいかわかんないっていうシーンなんですよ。で、そこをただ単に説明も何もなしでボコンって入れられても、なんかその反省シーンみたいにしか見えないし、かといってさっきから言ってるように、言うても、ホロコーストものつったって英語圏の人が英語でやってる、まあ、ある意味、ハリウッド版で、ハリウッド版だからちょっと話の普遍的にしますけど許してね、みたいな話なんだから、うん、そういう中にいきなりね、リアルに収容所シーンを入れましたなんつったって、なんかホロコーストものとして誠実ですよみたいなポーズにしか見えねえよっていうね。なんかいる？あの映画の中でぐらいの感じがしちゃうんだよね。あんな入れ方ならいらないんじゃないかとか思ったりもしました。あとこれ普通に質問です。わかる人いたら教えてください。最後の方でマイケルのところに電話かかってきて、ハンナ身寄りがいないんですよと、で、あなたやりとりしてるんだから、迎えに来てくださいよって電話する場面ありますね。あそこでさ、電話してる側の女の人、刑務所側の人ですかね。なんか、落書きしてんじゃん。落書きしてんですよ。一瞬映んだけど。俺確かめたんですよ、これ。これマイケルの落書き、どっちの落書き、でも、持ってる、ペンを持ってる手の位置からすると、女の人なんです。あれ何っていうね、意味不明の演出をする人です。スティーブン・ダルドリーね。こういうとこがね、なんだかね、わかんないですけど。まあ、ワルキューレの時もね、言ったことに重なっちゃいますけどね、これ仮に、やっぱりね、元々が結構その、嫌な感じで終わる、その、話なんだから、まあ、言いたかないけど、これ、バーホーベンが撮ってたらどうかね、とかね、危険な愛みたいな、ああいう嫌なさ、なんともしれん嫌な話として終わってもいいんじゃないかな、とか思うんですけどね。ただまあ、その、映画としてまあ、この、今まで述べてきたような不満もね、もちろん、あるんです。多いと言ってもいいかもしれない。ないわけじゃないです。ただまあ、おおむね、よくやってる方じゃないっすかっていう感じかな。僕朗読者ってこの原作も読んでなかったんで、話としてすごく、僕は個人的には気に入りました。セノチンさんみたいに過去の自分と重ね合わせるような、そんな甘美な思い出はないですが、じゃなくて、これね、ある意味誰にでもあるんじゃないでしょうか。これ、女の人との関係じゃなくても、なんかこう、後ろぐらい、でも懐かしい、でもその、例えばその関係が続いていたとは想像しづらいような、ちょっと後ろぐらいでも懐かしい、でも振り返りたいようで振り返りたくないような感じの、
そのなんだろうな、あのその相手に対してね、一生に一度ちょっと聞かせてほしかったけど、あれ何だったのって聞いてみたい相手っていませんかね。俺はいるんだよやっぱさ、うん、でも直接会いたいかっていうと会いたくないかなみたいな、そういう後ろぐらい思い出、誰にでもある後ろぐらい思い出みたいなものをチクチクついてくるような話って意味ではすごく気に入りました。それは大人なら誰でも思ってることなんじゃないですかね。それが非童貞ってことじゃないで違うかな、ということで最後に橋本プロデューサーのこの映画を見た感想をお伝えして終わりたいと思います、うん、これ橋本プロデューサーの感想です、うん、いいですか、うん、セフレは長続きしない。おすすめです。